内定が決まってから会社を辞めていただきたい、うん、この限られた期間でもうすぐにやらないといけないっていうのはもう本当に不利だと思うね。計画性がなさそうとかちょっと企業さんから見たら親って思っちゃう、ね、親ってなっちゃう、うん、なるほどね。はい、どうもこんにちは、井野です。今回ですね、ゆめとかさんとテーマトークで、最近の求職者さんに対して の、 そのアドバイスっていうところで、まあ、ゆめこさん、最近すごい求職者さんと面談されてるじゃないですか、はい、いろいろ言いたいことがあると、アドバイスを言いたいことがあるというので、はい、どんなのがあるんですか。まあ、まず一つはいろいろご事情はあると思うんですけれども、うん、できれば内定が決まってから会社を辞めていただきたい、うん、あ、もう先に辞めちゃうっていうパターン。そう、もう退職届は出しました、はいはい、退職が来月末です、再来月末です、うん、今転職活動してます切羽詰まってる、それは、うん、そう、貯金があるけどないよね。そうなんですよね、うん、例えばだけど全然いいんですよ、次決まらないで辞めても全然いいんです。あとは会社の事情、例えば会社の景気が良くないから早期退職してくれとか、うん、そういうのは本当にしょうがないから、それはちゃんとした理由だから私も何とも協力したいなって気持ちになるんだけれども、まあ、特に理由もなくなんかいけるだろうみたいな感じでねなるほどね、辞めちゃう方も結構いらっしゃって、そうね、そういう子はね、だんだん多分焦ってきて、多分ねちゃんと選べないかもしれない、うん、ミスマッチな会社に入っちゃって結局こうじゃなかった、うん、こんなはずではなかったっていうオチになるし、あ、なんで内定決まってないのに辞めちゃったのかなっていうので、多分だけど計画性がなさそうとか見られると、うん、なんか突拍子もなく辞めちゃうんじゃないかとか、ね、あとはなんか嫌になって逃げたのかなとか、ネガティブな印象がつきやすい、うん、まあでも例えば辞めてブランク開けて集中して資格を取ります、うん、勉強します、それで結果出しましたっていう方だったら、うん、そのブランクはあんまり突っ込まれない傾向にもあるから、うん、まあ、計画性みたいなところということで、そうなんですよね、うん、なので無計画に辞めちゃうとちょっとネガティブな印象を与えてしまう可能性はあるかなと、うん、なんかその、まあね、印象のもちろんあるんだけれども、まあ、それ以上に、まあ、切羽詰まってるから、うん、もうちょっと高い年収で提示したいんだけれども、企業側が、まあ、もうそれ無理ですとこんだけですってなった時に、なんかもう飲まざるを得ないというか、そうですね、もしその自分が在職中で転職活動をしてて、でもうこんだけは絶対欲しいですと、うん、のユーラインで企業がちょっとダメですって、ね、言ってきたら、もうちょっとこんだけでって言ったら、うん、あ、じゃあ結構ですって言える強みがやっぱ欲しいよね。そうなんですよね、うん、足元見られちゃうかもしれない、うん、でその転職活動してる中でやっぱそのいろんな企業さんと面接していくわけでしょ、はい、だんだんそのあ、こういうマーケットを、その転職マーケットっていうのがだんだん分かってくると思うし、うん、やっぱそのこの限られた期間でもうすぐにやらないといけないっていうのはもう本当に不利だと思うね。不利、うん、そうですね、もうね、最悪な結果も考えた方がいいかも。じゃあもし退職する日までに決まらなかったら、じゃあ例えば職業訓練校行こうとか、自分のスキルを磨こうとか、なんかね、そういう風に切り替えたらもっと自分の価値を高めることができるかもしれない。なるほど、まあ、その次が決まらず辞める人っていうのは辞めれる人やと思うよ。そうなんかちゃんといつでも辞めれますせみたいな、いつでも仕事見つかりますせっていう人が自信のある人は、まあやったらいいんじゃないのかなと思うんですよね。そう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 なんですよ、多分それは多分実績がこんだけあってこんだけも残してますみたいな、多分そういう人は多分他からも声がかかりやすいような人たちなんで、多分そういうので余裕着々で辞めるんだと思うんですけど、そうです、そうじゃない場合は、そうじゃない場合はちょっと企業さんから見たら親って思っちゃうからね、親ってなっちゃう、なるほどね、うん、だからちょっとこの動画見てる皆さん、いきなりやめるのやめましょうちゃんとその計画的に、まあ、やっぱキャリアプランみたいな、ね、ものを考えるのがいいんですけれども、やめてからその転職活動するともう本当にもう、うん、さっきも言ったように切羽詰まっちゃうから、そうちゃんとじっくりと、そうちゃんとした理由があればしょうがないですよ。その理由はちゃんと文章で書いてくれれば、あ、そうなんだって
言って、変なこう本人のせいではないっていうのが分かるから、うんまあ、そういうね、その追い出しがない状態は仕方がないけど、そうじゃない場合、突発的にボンってやめますみたいなっていうのはやめましょうということですよね。そうです、はい、あのかなり重要なところでございますが、結構やってる人が多いという印象でも実際あったりもします。まあね、一定数いらっしゃいますので、はい、お気をつけくださいということで、じゃあ今回は、はい、以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この放送は貿易国際物流の業界に特化した転職エージェント株式会社 HPS リンクの提供でお送りしました。世界と渡り合う貿易の業界でワンランク上の転職サービスをお求めの方は HPS リンクで検索ください。皆様からの転職のご相談をお待ちしております。